アサシンクリードとは何か、52秒でわかる大注目映画アサシンクリードの世界。歴史の裏で熾烈な争いを繰り広げてきたテンプル騎士団とアサシン教団、人類の向上という目的は共通するも、その手段をめぐって対立していた。秩序を重んじるテンプルは人類の支配と社会の安定を目指し、自由意志を重んじるアサシンは人類を支配しようとする権力と闇の中で戦ってきた。両者の熾烈な争いは現代に至るまで続いている。テンプルはアニムスという装置を開発し、アサシンの末裔の DNA に眠る記憶を呼び覚まそうとしていた。テンプルが探しているのは、アサシンが秘密を守り続けている伝説の秘宝、エデンの果実。その秘密を解き明かすと、人間の自由意志をコントロールできると言われている。エデンの果実を追いたどり着いたのがカラム・リンチ。500年前のルネサンス期、スペインにいた彼の祖先が人類の運命を決めることとなる。エデンの果実の謎を解き明かすことができるのか。